小さい時から絵を描くのが大好き で自分で独学で勉強してきて描き続けてきて、音楽とか、旅行とかからインスピレーションを受けることがすごい多くて、自分を表現できることが今は絵しかないから、多分仕事がなくなってもずっと描いてると思う。